稲垣、孝子に改名気持ち新たに活動を進めていきます。ラグビー日本代表のプロップ稲垣啓太の妻で元ミス日本のモデル新井孝子が29日インスタグラムを更新、芸名を稲垣孝子に改名すると発表した。新井は、私、新井孝子はこれから稲垣孝子として気持ち新たに活動を進めていきます、と報告。新井にはたくさんの思いがあり改めて感謝を伝えておきました、と旧姓への思いを綴り、皆さんには今まで通り、そしてこれから出会う方々にも貴子と呼んでいただけたら嬉しいです。今後ともよろしくお願いいたします、と呼びかけた。新井はプロ野球の南海、近鉄で2038安打を記録した新井弘正氏の三女。大体第3年時の12年にミス日本の第44代グランプリに輝いた。身長177センチでパリコレやファッション誌、ヴォークジャパンなどでモデルを務めている。22年1月、稲垣と結婚した。私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。